皆さん、こちらが、コマンド X メッシュキットレッドでございます。シンバルパッドもパッド類もこう全部赤いの分かりますでしょうか。もう真っ赤です。さらにですね、あのこの、まあ、タム類とか、スネア類のこの赤いシェル、あとバスドラはこのキックのこの辺りまで、赤くなってて、さらにこのシンバルパッド裏も見てください。はい、裏も真っ赤です。はい、そうしますとね、これあの正面とかから見るとあのすごく赤い感じが見えまして、もう本当に今までに、ないような感じの、このドラムの、色合い、電子ドラムの色合いになっております。はい、でこちらの、アレスのコマンド X メッシュキット、もちろん、パッド類だけではなくてですね、この音源も結構素晴らしいんです。はい、こちらの音源はですね、あのすごい多機能で、多種多様な 音がいっぱい入っておりまして、例えば、まあ、ドラムキット、このドラムキットはですね、なんとですね50キット以上もともとから入っております。はい、でさらにそこにあの自分で組んだ、音、それ音というか自分で組んだあの音で、いろんな音で自分で組んだキット、それをあの入れることもできますので、それをメモリーするということもできます。はい、それがあの5キット以上できます。はい、さらにこのその自分でいろいろなことを、音を組んだりとかするその音色は600音色以上、でさらにあの練習曲が入ってまして、練習曲も60曲以上となっております。はい、でちなみに今ですね、あの以上と言っているんですけども、実はあの元々発表されているのがそういった今言ったぐらいの数量なんですけども、なんとですね、こちらを開墾して、音源見てみましたら、アップデートされているのかですね、キット数も、その楽曲の数もですね、なんとですね増えてました。ですんであの皆さんね、その辺はあのご自身で、ちょっと確認されてみたらと思いますんで、お願いします。はい、さらにですね、こちらの方はあのいわゆるあのなんていうんですかね、こう録音、普通にあの自分で録音して録音スタート、録音ストップするみたいな形で、レコーディングもできます。はい、でそうすると僕なんかもよくあの練習スタジオとかに行ってやりますけども、自分のドラムをこう叩いた音を録音しておいて、それを後で聞いて、そのもう一度あの聞き直して、チェックする、そういうことがこれはすぐにできちゃいます。はい、でさらにそれメトロノームもついてますので、メトロノームに合わせて叩いてみて、で後でチェックしてメトロノームを入れてみて、あ、ここずれてるなとか、あ、ここはうまくいってるなとか、そういったことがすぐチェックできます。でやはりあのドラムというのはあのちゃんとしたリズム、ここを出すのがあのメインなので、そのリズムをちゃんと出せててちゃんと叩けているか、そこのチェックはもう絶対怠ってはいけない部分ですので、それにご利用可能です。はい、でさらにですね、こちらの方音源の方にはですね、MIDI もついてますし、さらに USB もついてます。ですのでこのキットとかあのご自身で作ったやつ、そういったものをメモリーすることもできますし、またはその USB の方に、入れてきた、自分の音だったりとか、曲だったりとか、そういうのをこの中に入れることも可能です。はい、であの MIDI とかでつないで、PC、パソコンとかにですね、MIDI や USB でつないで、それで、パソコン側の方の、音楽ソフト、そちらの方に、録音したりデータを入れたり、そういったことも可能です。はい、そんなこの素晴らしいキットになっております。でさらにあのこちら、ラックの方もですね、結構しっかりと頑強にできておりまして、足がちゃんと4本、ついております。よくねあの安いものだったらこの足手前、一番こちら手前の2本がなかったりするんですけども、そうするとあの結構安定感悪かったりするんですけども、こちらの方はしっかり安定になっておりますので、はい、あのぜひねこちらの方楽しんで使ってください。それではですね皆様、こちらですね、先ほどいろんな音が入ってていろんな曲が入ってるって言いましたけども、そのいろんな音やいろんな曲の、ほんの一部なんですけども、ちょっとご紹介しようと思います。で、私があの叩きながらちょっと演奏してみたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまず一つ目なんですけども、こちらの、キットの方が一番最初の001番に入っております。アコースティック1というキットで、まあ、本当にアコースティック的な、生ドラムの音に近いもの、でもね
アレシスってあの結構キックが結構しっかり出るんでなかなか良いんですけども、それに、こちらもあのソングの1番に入っているブルースファンクっていうやつですね。こちらの方で、ちょっと演奏してみたいと思います。あ、ちなみに、クリックですね、あのメトロノームはこちらの方に、だけ聞こえるような今設定にして、それで、やります。そういったあの設定もできます。じゃ あ, あのこちらですね、次の、キットの方は、あの2018年10月21日で、50歳になりました私コージー村上がですね、青春、高校生の頃のですね、楽曲とかないのかなと思って探してありました。キットの方はライブという047番 の, あのやつなんですけども、こちらの方がですね、047番は、ライブなんでバーンドアンチャーンみたいなすごくこう迫力のあるサウンド、もうこれはね当時あのみんなこんなサウンドしてました。さらに、楽曲の方はソング、80s メタル80年代の、ヘビーメタル系の、楽曲なんですけども、これが046番というやつに入っています。こちらの方でじゃあちょっと演奏してみますんで、聞いてみてください。次のキット と,、ソングの方は、AOR ですね。皆さんあのよく知っておられますでしょうか。あの1970年代から80年代よく流行っているんですね、あの感じ。1970年代のキット1970っていうですね、009番に入っているキットを使いつつ、ソングの方は8ビートポップ、これでちょっとやってみたいと思います。この音源の中には、当然といってはなんですけども、デジタリックな音楽これも入ってます。キットが、今回、使うのがドラムンベース024番に入っているやつで、ソングがブレイクビート、051番の方に入っているやつを使ってやってみます。
はい、では、リアルタイムレコーディングを説明します。こちらの方ですね、録音をする機能がついてまして、ドラムを自分でこう叩いてもらって、それをこちらに録音して、そして後で再生して聞くことができます。そうすることによって自分がどんな感じにドラムが叩けてるかとか、あとはどんな風な雰囲気になってるのかとか、そういったことをちゃんと聞いて、復習することができます。そうすることによって、ドラムがさらに上達、そういうことができるっていう形です。ではちょっとレコーディングしてみますんで、簡単なんですね。レコーディングボタンを押します。でこのレコーディングボタンを押しましたら、キットの、パッドのどっかを叩けばスタートしてしまいます。はい、そしてこれをすぐに聞くことができます。こうして、自分がどれだけこうずれてるとか、ちょっと雰囲気が良くないなとか、そういうところが分かります。ちなみに僕の今のやつは、8ビートの普通の平のとこはいいんですけども、おかずになった時にちょっと遅くなってる、こういうのが分かっちゃいました。反省してます。はい、今までいろいろとこう説明して、叩いてもきましたが、このアレシス、コマンド X メッシュキット、皆さんいかがでしたでしょうか。でまずやはりですね、もちろんその音源の良さとかパッド類とか、そのラックの堅牢さとかもあるんですけど、やっぱりこの赤、エレクトリックドラムというとね、大体もう黒で全て終わってしまう感じがあるんですけども、この赤い、この感じで、すごくこう自分の個性出せますし、叩いててもやっぱちょっと上がるなっていう感じがあります。でさらにですね、この音源には、先ほども言いましたように、キット数もたっぷり入ってますし、曲もたっぷり入ってます。音色もたっぷり入っておりますので、自分のいろいろなドラムキットを組むことができますし、いろんな楽曲でのトレーニングもいっぱいできます。でさらにリアルタイムでレコーディングもできますので、そうやってレコーディングして自分でこう楽しんで、自分のドラミングを復習したりとか、それとかちゃんと修正したりすることもできます。でさらにUSB ケーブルとか、あと MIDI ケーブルをつなぐことによって、PC との連動もできます。はい、このアレシスコマンド X メッシュキット、はい、ぜひですね、皆さんこれを、お買い上げいただいて、情熱的に叩いて、それでドラミングをどんどん向上させていってください。
こちらがですね、アレシスコマンド X メッシュキットが、届いた状態のこの箱入りの状態です、はい、でこちらをですね、開けて、それで中身を確認して、それで組んでいきたいと思います。でこちらがですね、すごく分かりやすいのが、こうやってパッド類が何が入っているかですね、そういったものが全部、こういうふうに箱に書いてますので、すごく分かりやすいです、はい。はいね、このパッドが赤いのもいいですが、このシンバルパッドが裏も赤い、素敵ですね、はい、そしてここにもう一つシンバルパッドが入っているんですけども、これが3枚目のシンバル、追加のシンバルパッドになっております。そしてこちらにはなんとですね、このアレシスのコマンド X メッシュキットにはドラムペダルが付属しております。ですのでドラムペダルはもう買う必要がないという感じですね。ユーザーガイド、取り扱い説明書、組み立て説明書ですね、スティックが入っておりまして、これが、モジュールの取り付けのネジだったりとか、よいしょ、あとそのチューニング機だったり、これは追加されたシンバルパッドの、つなぐためのシールド、あとこれはシールド類を、結ぶものですね、あとこれが集中的に音源に入る、シールドケーブルです。それとアレシスマーク、でこちらにはよいしょ AC アダプターも入っております。でこれがパッド類のクランプになります。はい、以上でこの箱の中からすべてが出ました。はい、じゃあこいつたちをですね、これから組み上げていきます。ではこの組み立てガイドが入っておりますので、これを見ながら組み立てていきます。まずは、ドラムスタンド、ラックを組み立てていくんですけども、こちらですね、このパイプに何もついていないやつがあります。でこのちょっと R 湾曲したパイプは、こちらの方は横に渡すパイプになってまして、こちらの方にはタムとかシンバルとかをつけていくことになりますので、こちらの方にちょっと準備で、このクランプたちをちょっとつけていきます。こうして、横パイプ系の、準備が終わりました。そしたら次は縦パイプのを立てていきます。ここに切れ目があります。この切れ目を縦にします。この音源ですね、この、あそこにある四角いモジュールがつくのがこれになります。でこちらの方は右利きの場合ですけど、この右の方にしていきます。シンバルパッドは全部共通なんですけども、このシンバルパッドの裏ですね、こちらにこういうふうな出っ張りの部分
こういうふうに挟まるところがありまして、でこちらのシンバルのホルダーの方にはこういう出っ張りの部分があります。でこことここを合わせていただいて止めていただきます。そうするときっちりはまるのと、あといい意味でこうちょっとこう、柔らかく動いてくれるので、いわゆる本物のシンバルっぽく動いてくれます。このキックのビーターなんですけども、通常はこの白いですね、フェルト面を普通のバスドラムには使うんですけども、こういうエレクトリックドラムのこのメッシュヘッドの場合はこの、白いフェルトだと擦り切れてしまいますので、こちらに樹脂の面があるんですけども、こちらの方を面に当てるようにしてください。ではこちらモジュールの取り付けなんですけども、このモジュールはですね、同時に全てのパッドにつなぐ、ケーブルを集めた集中ケーブルがありまして、こちらの方を、もう取り付けてしまいます。この集中ケーブルのこの先にですね、こう音源のこちらの方をで、これをそのままつけ、こちらのネジがありますので、よいしょ、このですね、接続ケーブルにはですね、すべてその先に、例えばこれはタム2、これタム1、こちらの方だと、キックとかですね、こちらハイハットとかですね、そんな感じで全部色分けをした上に、さらに、全てに、名称が書いてありますので、それをそれぞれにくっつけていきます。音源から一番近いものをつけていくと、だんだんとこう遠くなっていくので、長さも実はそれぞれにバラバラになってますので、すごく近くからだんだん遠くへ持っていくと、やりやすいと思います。こちらのシンバルパッドは、こちらの集中のケーブルの方には入っておりません。別のケーブルがございますので、こちらの方でやります。まずこの音源の方のクラッシュ2というところ、こちらの方に挿しまして、そのクラッシュ2からよいしょ、こちらのよいしょ、そうこちらクラッシュ1ライドなので、こちらの方クラッシュ2ということで、こちらに持っていきます。はい、それで接続が完成しまして、これで組み立てが完成いたしました。